長崎孝志病院にお越しいただき誠にありがとうございます。ただいまから天命士京介さんによる天命書をご覧いただきます。その前に少しだけ私から天命について解説をさせていただきます。現在中国には約300種類もの伝統演劇がございます。その中の一つに四川省に伝わる天劇というものがあります。その天劇の演目の一つが天命です。その変面とは、踊りながら一瞬にしてお面を変えるという伝統演劇です。このお面の仕掛けは中国の国家無形文化財にも指定されています。皆さん、このお面が変わるということに注目しがちなのですが、実はお面が変わるごとに変面師の踊りの方も変化していきます。男性のお面の時はダイナミックに、女性のお面の時はしなやかに、動物のお面の時はその動物に合った動き、こういった変面師の踊りの変化の方にも注目してみてください。それでは始めさせていただきますが、実は終わった後によく耳にするのが、撮影に夢中で変面の方をよく見れていなかったなどということをよく聞きます。ですので皆さん、撮影に夢中にならずに変面のショーの方も楽しんでいただきますと、編集自体もショーを盛り上げますのでよろしくお願いいたします。その一環で拍手や手拍子など音楽に合わせてしていただきますと幸いです。では、ね、一つ一つに喜怒哀楽を表しスピード感あふれるショーをお楽しみください。どうぞ。
ありがとうございます。